こんにちは。7月26日週刊仮想通貨ニュースです。はい、というわけでね、久々に2人でお届けしようと思います。はい、今日はちょっとゆいちゃんがお休みということで。そうですね、寂しいもんですね。なんかね、2人きりやと緊張するよね。緊張する。いやでもこういう期間の方が長かったからね、長かったから、まあ、はい、そうですね、なかなか久しぶりですね。はい、はい、今日は2人きりお届けしよう。そうです。気持ち悪いわ、ゾワッとしてくるわ。肩組んでやる。こうやって誰も見たくない。はい、前回撮影日がですね、というわけでですね、本題に入る前にですね、まずぜひまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。あと、お願いします。現在神尾 TV は動画編集者さんを募集しております。動画編集に、をやっておられた方とかで神尾 TV で手伝っていただける方は動画説明欄の方にリンク貼っておきますので、一度見てみてください。お願いします。あとの力をお貸しください。はい、それでは今回も行ってみましょう。はい、行ってみましょう。はい、でですね、7月19日だったんですよ、前回撮影日がね。はい、でそっからですね、一応これほとんど先々週に引いたやつです、青いね矢印は。でそっから19日が1万500ドルぐらいだったんですけれども、そこからやっぱりね1万1000ドルのこの青い水平ラインですね、ここを目指していくんじゃないかと、はい、その後、ここから反転して下目指していくんじゃないかというようなことを言ってました。ということで、そこから先はですね、こうまだ分かんないんですけど、とりあえず的中と言わせていただきます。ありがとうございます。結構パーフェクト的中ですね。適当じゃない。まあ適当にパーフェクトですね。適当にパーフェクトでどういうこと。でもちゃんと言ってたラインで跳ね返りの、そうですね、はい、はい、この一応ピンク色のラインって、僕ここで引いてるおかしなラインなんですけれども、はい、ここら辺ね、こういう風に引いてます。なんか知らんけどここで跳ね返ってたなと、こことか、ここら辺でちょっと跳ね返ってる感じがあったなみたいなところでまだ残してるんですけれども、ここでなんか効いてる気がするんですよね。なので、もしかしてここでね、こう一回上りかけてので、これはですね4時間足の25の移動平均線で頭を押さえられ、はい、この緑は黄緑色は100ですね。100にも頭を押さえられて下に押してきて、またピンク色のところで支えられてるんちゃうかなと。でもしかしてこれは、この上昇はですね適当に引いたラインなんですけれども、はいはい、2週間ぐらい前にね、もしかしてこれが当たってるのかもしれないなというふうにも今考えていますというふうな状態ですね。ちょっと線引いてないチャートでやりますと、はい、この2月の、18ぐらいから起点にしてですね、ゼロにして、こう前回の高値、はい、これをこの1にします、エリオット波動のね、フィボナッチリトレースメントのね、はい、で前回のこの高値のヒゲはちょっと無視しようと思います、となると結構ね 61.8 のところで今回の、直近安値が止まってるんですね。ほうほうほう、7月17日よね、うん、で今なんかはちょうど 61.8 の上でさまよってるような状態になってます、でここがですね、もしかして聞いてくるとですね、次3波に入っていけるのかなと。ここを起点として、ここ一波として、長期のね一波としてエリオットね、一波として今2波、はい、で3波で切り上げていってもおかしくないというような、3波っていうのは大幅上昇ですね、大幅上昇があり得るかなというふうにも思ってます、はい、ただですね、エリオット2波っていうと 0.5 ぐらいまで押すことも多いんですね。 0.5 っていうのは、あ、ここあのフィボナッチの 0.5、つまりそうなるとですね、8000ちょい上、8300とか8400とかぐらいまでは押すというのは下がる可能性はまだ十分残ってるかなというふうには思ってます。なるほど。でも長期すぎてね、ちょっと参考にならないかもしれないんで、4時間足ぐらいまで遡って、入っていくとですね、まあ、これちょっとここは下はサポートするものが、このチャートで、あ、まだこのラインとか全然引いてないので、まあ、ざっくりですけれどもこういう感じで、下のラインは今のところ引けると思います、ここね、ということで今
ロング狙っていくのは悪くないポイントかなというふうにも思うんですよね。ほうほうほう。このライン際じゃないですか、うん、もしここから外れて 61.8 の大きなねこのリフューナチルトレースメントの節目を割っていくようなことがあればすぐにロスカットしたらいいだけなんで、はい、うん、でロスカットを免れればですね、もしかして第3波の大幅上昇に連れて行ってもらえると、うん、連れて行ってもらえるというか乗れるというね、はい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 、こういう波動に乗れるかもしれないっていうふうなことを考えると今はものすごくいいポイントなんじゃないかなと思いますね、ロングのね。つまりリスクリワードがすごくいいってことですね。そうですね、うん、ロスカットまでのポイントは短くて済むし、うん、狙える利益率はもしかしたらめちゃ多くて、うん、いい場所にいると、いい場所にいると、うん、そうですね。たださっきも言ったように8000半ばぐらいまでは押す可能性十分にありますので、はい、その子も考えてですね、あのちょっとした値幅でもすっごく持っていかれますから、ビットコインって、うんうん、レバーかけてると思うしねみんなね、はい、うん、だからだいたいすぐに切る、うん、すぐに切る、うん、で今回も10回中1回買ったら思いっきり取れるわぐらいで心に余裕持ってですねできるぐらいのリスクリワードの管理や資金管理でいったらいいんじゃないかなと思いますね。じゃあ今回ホームラン狙いということ、ホームラン狙いでいきたいですね空振ってもいいからとりあえずホームランをやっていこうという、そう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 野球に例えてみたいなでいいんじゃないかなと思います。あの思いっきり資金を入れるホームランちゃいますよ、はいはいはい、うんうん、そういう、うん、ちょっとした資金でもあのすごく大化けする可能性がありますので、まあ、9回負けてもその1回の価値が大きく利益を上回っていくんですね、うんうん、そうそう、うん、っていうことで他にもねいろんな節目があると思いますんで各自ですね、うん、あいろんな移動平均線とか入れてみてこの時間足だったらこれを背にちょっとロング打ってみようとか、うん、そういう感じでですねリスクリワード高いところ見つけて入っていくのはいいかといいかなと思います。はい、はい、それでですねちょっと前後しちゃいますけれどもいつもはチャート分析後になるんですけれども、うん、今回チャートで関係あったニュースは一つご紹介します。はい、これがですねビットメックスが突っ込まれましたっていう話で、はい、これ19日なんですよね、うん、だから撮影日なんであまりこのニュースに入れれなかったんですけれどもこれはなかなかでかいなというふうに思いまして19日、はい、ここはですねビットメックス世界最大の取引所ですけれども、うん、CFTC ですね先物委員会、はい、証券先物取引委員会ですけれどもに調査されました。ほうほう、されてます。今ビットメックスは、うん、アメリカに取引所ではないんですけれども、うん、セーシェル共和国の取引所なんですよ。ほうほうほう、うんうんうん、でなんでそんなとこにあるんですか。いろんな規制を避けるためでしょうね。タックスヘイブンです、ね、そうそうそういう感じのねいろいろあるじゃないですか。持ってたっけ法人。いやいや持てへんわどこの国か知らんわ太平洋の真珠、インド洋の真珠、あええとこ、なんかそんな感じなかったええとこやね、うんうん、行ってみたいなですけれども、はい、でメインオフィスが香港なんですよね。おはいはいはい、はい、うん、でアメリカのライセンスはもちろんありませんということで、うん、でもサンフランシスコにオフィスがあるんですね。あ、はいはいはい、なんでアメリカの、まあ、CFTC からするとですね無許可営業じゃないのかと、うん、ああなるほどね、うん、3月にもですね、うん、マーシャル諸島のマーシャル島を拠点にする企業のワンプール LTD というところがあったんですけれども、はい、ビットコインを証拠金として、まあ、証拠金取引を提供したとアメリカ人に、うんうんうん、ということで告訴されて 1.1 億円の支払いをしてます、はいはいはい、うん、違反金払ってます、うん、ということで今回もそれに当たるんじゃないのと、うん、結構でかくビットメックスなんでその 1.1 億円とかちっちゃい額じゃなくてものすごい額取られるかもしれへんねっていうことで、うん、なるほど、うん、嫌気がさしてどん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 そういうファンダメンタル的に言うとそういうので下げていってるんじゃないかっていうふうにも言われてますね、うん、マーシャルとはもうタックスヘイブンですか。まあそうじゃないですか、うんうんうん、みんなそういうとこ行くんですよねこういう偏僻なとこ行くのでそれは理由があるでしょう。それはまあ作成分なり法律なりのそうそうそう自由ななりのそうやね、うん、うん、で一応、うん、アメリカ人の方がビットメックス使ってるのでかなり影響力でかいって言われてます。あなるほど、うん、なのでもし使えなくなったらね、うん、みんなあの VPN ですかね IP アドレスをごまかしてこういろんな国から取引したりするじゃないですかそんなことするのはかなりクロートでしょあ、まあ、クロートだけど、うん、そういうことしてやる人もいるだろうけども、うん、
かなり減ると。それは減るでしょ、そんなやり方知る人はあんまりいないですからねなんかビットミックスがバイナンスみたいにですね、うん、なんかバイナンスアメリカみたいに作ったりしてるように、うん、こうビットミックスアメリカみたいに作って規制に合わすようなアメリカの法律にのっとった会社を作らないと、ね、やらんとちょっと難しいんじゃないかなというふうには思いますね、うんうん、で、もう一つですね、ルビーニ博士っていう方がおられるんですけれども、はい、この人は破滅博士って言われてて、破滅博士、うん、暴落博士かな、うん、暴落博士、うん、ビットコインは破滅するっていうことでは有名なんですけれども、ね、ずっと言ってはります、はい、んであとリーマンショックとかを当てた人ですね、当ててますね、うん、この人がですねビットメックスが不正行為を行っていると批判してます、はい、まあ、すごくビットコインに対しては批判的な人やと思うんですけれども、うんうん、そもそも、うん、でビットビットメックスの関係者から、はい、ビットメックスがですね大規模なマネーロンダリングに加担していると告発したと話されたというふうにこの教授は言ってます。あ、関係者から話聞いたんですね。そう、でロシアとかイランとか、はい、その他のテロリスト、うんうん、他のいろんな犯罪者、はい、毎日のように大規模なマネーロンダリングに使われているとこのビットメックスは、うん、っていうことを告発しました。はい、うん、今調査進んでますということです。へ、うん、まあ、今回のですねビットメックスの調査はですね、うん、アメリカが本気になってちょっとやろうかと、うん、はい、まあ、取り締まろうかというふうになってきたということの表れやっていうふうに見ていますね。なるほど、うん、まあ、言い換えればアメリカにも税金払えよってことでしょ。それだけで済むかな。いやだから今他の国にやっててアメリカに何の利益もないから、うん、そうやね、アメリカの法人作ってアメリカの税金払えよってことでしょ。うん、いやでもアップルとかアマゾンとかあの辺はもうだってズブズブですから、もっと上の方でズブズブですから、そっちにズブズブに献金するか、うん、法律に従うかですよ。今だからアメリカ、実はアメリカ国内にもあんまり知られてないんですけど、うん、タックスヘイブンってあるんですね。あ、そうなんですか。2州、2つ、2つの州タックスヘイブンとかあって、うん、そこに法人作れっていうのが今アメリカの方針なんです。あ、なるほど。他の国じゃなくてアメリカ国内のタック成分使いなさいという、うんうんうん、あの裏話があって、うんうんうん、だからそういう流れもあるんじゃないですかね。あ、そうなんですね。それがちゃんとね、うん、ビーストを通して政治献金しなさいよみたいな。なるほどね、うんうん、儲かってないったらしなさいよみたいな、まあ、今から頑張るんじゃないですかビットメックスも、はい、うん、みんなそうしてきたでしょみたいな。そうねちゃんとしてくださいね、はい、ビットメックスもねということで、はい、今週はですね、まあ、今このなぎの状態やとも言えると思います。このニュースが、うんうんうん、いろんなニュースありましたよ。仮想通貨界隈でいろんなものがリブランディングだとか、はい、ハードフォークだとかいろんな話があったんですけれども、まあ、ちょっと細かい話だったんで今回取り上げてません。次のニュースではね、うん、で今回はですね7月29日からテザーが呼ばれて公聴会になります。 あ、うん、あと7月30日に、はい、上院でですね仮想通貨規制に対する関する公聴会ですね、うん、これ開かれます、はい、あと FOMC ね、うん、これも利下げなったら多分ビットコインには上だと思うんですよ。上げ上院、そうですね、うんうんうん、おそらく、うん、金と同じ扱いになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあいろんな要因あるんで、うん、そのまま価格が上っていうわけじゃないと思うんですけれども、うんうん、まあ上方向のベクトルの力になるんじゃないかなというふうに僕は思ってまして。え、利下げしたら株は上がるから逆に金下がるんじゃないの。いや利下げしたら、うん、金ってもともと利息がつかないから、うんうん、配当もないから、うん、あの金にとっては相手が弱くなったっていうふうな状態になるんで、うん、金は強くなるんですよ。上げよう、価格上げようになるんですね。ビットコインもデジタルゴールドみたいな感じで言われてて、うんうん、もちろん利息は使わないじゃないですか、はい、なんで同じような扱いになるんじゃないかなと思ってます。なるほど、なるほど。今の感じで言うとね、うん、ビットコインとかに対してのライバルが弱、勝手に弱くなるから、そうです、そうです、相対的に強くなるってことですね、うん、そういうことですね。なるほど、なるほど。お金流れやすくなるってことです。はい、はい、ということで、うんうん、いろんなね大きな要素が今週にあります。はい、なので価格を当てるのは難しいんですけれども、僕はまあ上かなというふうに思ってますね。上に入って良いポイントかなというふうに思ってますということですね。なるほど、はい、うん、
ではですね、はい、今回のチャート分析はじゃあ とりあえず上がる方向に行くかもしれないということで。そうですね、横かもしれないけれども、うん、そのロングで狙っていって良いポイントだと思ってますということですね。そうですね、先ほど教えてもらったように、うん、まあ、細かいロスカット入れながら、うんうん、ホームラン打っていこうじゃないか、打っていこうじゃないかということですね。っていうところですよ。はい、うん、じゃあ今週はどんなニュースがあるんですか。今週どんなニュースがある、うん、僕が取り上げたのは仮想通貨界の細かい動きではなくてお上の動きですね。おここばっかり取り上げてます、まあ、例のごとくですけれども、うん、はい、うん、であとちょっとですね、うん、リターンのものすごい通貨っていうものが判明しましたので、これはちょっとお伝えしておきたいなというふうに思います。それはぜひ聞きたいですね、はい、では次回もその辺のお話ししようと思いますので、うん、ぜひ見逃さないためにもチャンネル登録のお願いいたします。メルマガとメルマガとじゃあメルマガとラインアットもよろしくお願いします。します。あとぜひいいねボタンもよろしくお願いします。この動画いいと思ったらシェアをお願いします、はい、あと動画説明やこの動画に関する詳しい説明書いてありますので、復習の意味を込めてぜひ一度見てみてください。はい、特にですね、今 YouTube やっぱりこの高評価ボタンがすごく大事みたいなので。あ、マジですか。でもこのね、一応この YouTube から言われてるのは、うん、男性視聴者は押さないと。押してくれないんですよね。押してください、ぜひ男性で。神尾 TV は残念ながら、うん、ほぼ男性なんで、男性9割ぐらい男性なんで、はい、もうほとんどみんな押してくれないっていう。ぜひ押してください。ぜひ押してください。この、ね、何気ないこの高評価ボタンが神尾 TV の未来を決めていくということなんで。そうなんですよ、本当に。確かに僕らも見ててあまり押さないですもんね、高評価。押さない。なんか男性押さないと一応言われてますけど。お願いします、ぜひね。ぜひね、押していただければと思います。では今回も見ていただきましてありがとうございました。